everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。2月2日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウ名古屋お送りいたします。あのね、まだまだ名古屋も寒いですけどもね、ついこの間ですもんね、夜中じゃないんですけど、夜ね、遅くに寒いんですけども、おじ、セッタ履いてね、コンビニとかよく行くんですけども、うん、セッタって、まあ、草履、うん。こんなにね、寒い時なのに草履履いていくのって言われて、ね、こんな王子、なかなかポイント高いでしょ。滑り王子、マスクマンです。今日も冷えるわね。はい。今日は節分。しかし、お目当ての恵方巻きが売っていなかったので、手作りをしたらとっても時間がなくなって焦ってしまいました。そして豆を巻いたんですけれども、なんかたくさん豆を巻かれて年の数だけ豆が食べれなかった味噌煮込みスキーと、先ほどですね豆巻きしたんですけども、近所の壁に向けて鬼は外で投げました。そしたらですね、パリ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 って音がしまして、うん、鬼は去ったのかな、隣の家。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今日のテーマはポイント。今週のテーマは節分じゃなくてポイントです。メールアドレスはkiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは FM 読谷で毎週土曜日21時から放送中の番組、マンタキーラジオで MC をされているタケポンさんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、先週の景色のテーマで届いておりますものを紹介させていただきたいと思います。はい、お三方さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。フルムン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の妻の実家が神戸、須磨なのですが、神戸から沖縄に帰る際、飛行機の窓から見る彼女の実家周辺の景色が好きです。写真を添付します。ということで、白黒なんですけど、ごめんなさい。うん、ミニチュアのように見えますが、現地の様子です。写真中央が彼女の実家がある須磨区。スマック一の谷町かな、その左側にスマ浦公園、写真左側に八丈さん、八が何だろう、ごめんなさい、八虫さん、おう、うん、とカーレーター幻の乗り物が見えますということで、あ、見えるかな、ちっちゃい、でもパソコンで見たら素敵な景色でしたよ。中で王子に見させてもらいましたけどね。素敵な感じがしますね。ねえ、いいですよね、神戸も。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは今週のテーマのですね、ポイント。
はい、はい、お願いします。はい、タイぴょんぴょんです。私は T ポイントしか持っていません。ポイントは結構たまっているのですが、使い方がわかりません。王子はポイントがたまったら何に使えますか？ブラックネオン以外です。王子ね、ブラックネオンじゃないんだよねゴールドネオンだからね。あのね、まあ私の感覚でいくと、そういうところに行くと、王子ドンペリ入れてねみたいに言われちゃうとね、もう何本か入れちゃってポイントが高いでしょ。お黙り。そしてお財布が軽くなっちゃうね。軽くなった後はこう何ていうのかな、心がね寂しくなるんですけどもでももしかしたらね、そういうところの熟女のお姉様とデートできるかもしれないでしょ、ポイントがたまって。ありがとうございます。はい、じゃあ次行ってもいいですか。はい、はい、名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。沖縄は春日和ですよ。テーマポイント、私はあんまりポイントを考えることはないんですが、イオンはいつの間にかポイントがたまってて、2000円とか3000円とかたまっていると孫と買い物をして、ほとんど、孫が良い思いをしているはず。ポイントカードなど持つのがめんどくさくて、財布もかさむのでほとんど貯めません。それでは最後まで頑張ってくださいね、ということでいただきました。ありがとうございます。ああ、イオンですよね。うん、今どこでまたそのポイントのカードっていうんですかね、うん、ありますもんね。ありますよね。はい、はい、お願いします。続いてですね、はい、タイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。プロ野球キャンプが始まりました。明けましておめでとうございます。アレックスです。ありがとうございます。ありがとうございます。一昨年の夏、野菜を出荷している企業さんから入金がなくて、1ヶ月間、ローソンとファミマのポイントで、朝ごはんの食パン、惣菜、チキン、冷凍食品などを買ってしのぎました。ちゃんと入金があった時には、ほっとしましたよ。よかったですね。あら、またまた来ましたよ。久しぶりに王子にお願いします。来ました、来ました。はい、中村明と中村翔吾から言われたいセリフ。はい。はい。明さんから。まあ、明が言う言葉ですね。でも、マスクマンが読むんだね。そうだね。はい。これエコーいるのか。エコーいきますね。準備しますね。はい。はい、お願いします。大好きです。俺じゃダメかな、正吾。頑張らなくてもいいよ。俺がやるから。キャー、石垣島と宮崎のキャンプが行きたーい。本当にアレックスは熱心なね、ホークスファンでございますね。ねえ。でも今年はね、キャンプに見に行けないのが残念ですよね。ね、せっかく近くにいるのに。でもしょうがないですよね、今年は。もう、そしたら、王子もね、来年ぐらいはちょっと、ホークスのね、入団試験でも受けてみようかな。お引き取りください。あ、やっぱり。はい。ツイキャス、いいですか、はい、ハープボーイさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、バスを待っている松尾芭蕉さん、髭を剃っても、ヤクミツルさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、これね、西町の7時の、うん、はい、番組をちょっと引きずってますね。MVP パワーワードおめでとうございます。ありがとうございます。ポイントといえば、昔近所にチェックポイントっていうレンタルビデオ屋さんがあったけど、はい、すごい、チェックポイントって名前なんですね。今日のテーマにバッチリじゃないですか。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいいですか。はい、どうぞ。はい、こんばんは、お久しぶりです。ラジオネーム、マロニゲです。ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりです。テーマ、ポイント。ポイントといえば、マロニゲは、ポンタカードでポイントをよく貯めてますね。ローソンによく行くのでね。でもさ、なんかもし会計で251円だったとき、1円だけをポイントで引いてくださいっていうのが、なかなか言えない小心者です。なんだろう、この小心者感。言える勇気をくださいっていうことです。あ、でもなんて言うんですかね、人の性格っていうんですかね。でも私言えないですね。それが言える。1円だけポイントで引いてくださいって言えます。王子、王子言いますよそうなんだよ、人によりきりなのかな、うん、そうそう、それは私もマロニゲさん派かな、言えない、1ポイントだけなんて。あ、うん、ダンサーズ言える。いや、1ポイントだけというより、うん、原タレさんに全部取りいい、あれですね。はい。こっちにもこんな式のつけてほしいよ。はい、はい、お願いします。はい、ですね、はい、泉さんの特急サラさんからです。はい。ありがとうございます。今、噛んだね。
今上手に逃げたと思ったんだけど、バレた？バレたよ。はい、お願いします。サザンさんからです。僕が持っているポイントカードは T ポイントカードと楽天のポイントカードの2倍持っています。そのうち T ポイントカードは3700ポイントまで貯まりました。まだまだ貯めたいと思っています。目指せ3万ポイントです。3万ポイント。すごい。ですね。貯まるもんですね、ポイントも。これはあれですかね、今って現金化されるじゃないですけど、そういうこともできるんですかね、うん、それはただ単にやっぱり商品と買えるとかですかね。ねえ、うん、なんか買えれるんでしょうね。こんなにやったらすごいですよね。すごいですね。ということで、はい。はい。はい、ゲストコーナーになりますね。はい。CM の後はゲストコーナーです。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーでございます。本日は FM 読谷で MC をされていますタケポンさんになります。こんばんは。はい、こんばんは。はじめまして、よろしく。はい、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。名古屋のダンサーズと言います。あ、はい、はい、どうも、いつもお世話になっております。タケポンさん、恐れますけども、自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、そうですね、はい、FM 読谷で、毎週土曜日ですね、9時から、今はちょっとコロナの影響で9時45分までなんですけども、普段の日は、普通の、コロナがなかった頃は、10時までやっておりました。マンタキラジオという番組のパーソナリティをやっております、タケボンと申します。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。マンタキラジオですけども、番組はどれぐらい今続いてる番組でございますか。ですね、回数にしたらですね、はい、今506回かな。あ、そうなんですか。はい、1年で52回なので、はい、大体もう9年目に入ります、今年。あ、そうなんですか。はい。そうすると、FM 読谷の開局当初からの番組なんですか。そうですね、開局して、大体1年、2年ぐらいですかね。はい。それぐらいから、始めまして、最初は番組なくてですね、はい、アシスタントで入ったんですけど、ね。そうなんですか。
まあ、実は私もですね、FM 読谷の方には何度かお邪魔させていただいておりまして、はい。実はですね、初めて、出させていただいたのが、天地まりやさんの、番組ですね。日曜の夜8時の番組なんですけど、そちらに初めて、はい、出させていただきまして、その後も、何度かお邪魔させてはいただいてるんですけども、一応。そうなんですね。ぜひぜひうちの番組遊びに来てください。そうですね。一度またぜひお邪魔したいなと思いますね。もう本当に。そうですね。もう、コロナが収束すればもう、多分、ゲスト自由に、はい、多分ゲストで迎えられると思うので。はい。そうですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう、はい、もしですね、お邪魔できなくてもですね、で、こういった形の電話というものもありますので。はい、ぜひぜひ、うちの番組にも、電話つなぐことできますので。ええー。これであれば、リモート、本当にまさにリモートプログラムかなと思ってますけども。そうですね。はい。で、うちの、相方が、最近はもうコロナの影響で、はい。リモートで繋いでるもんですから、電話で。はい。繋いでるんですよ。ああ、はい。北海道ともちょっと繋いだりとか、はい。してるので。ぜひ。そうですね。まあ、北海道、また名古屋とですね、こういった形で、お繋ぎいただければ、相互のね、まあ、相互でお話ができるのも面白いのかなと思いますので。で、ね、曲は違いますけども、はい。こう番組つながってっていうか、はい。そういう感じで、なんかコラボみたいな感じ で、ね、そうですね。はい。で、実はですね、今ちょっと隣にですね、同じく、ラジオパーソナリティをして、マンタキーラジオさんの方にも投稿しているものがいますので、変わります。はい、こんばんは、味噌煮込みスキーです。はい、どうも、はい、お世話になっております。いやー、嬉しいですね。で、よくマンタキーラジオさんにはツイキャスの方でお邪魔したりとかメールでですけれども、ちょっとこういった形で、お話できるのは初めてですけれども。そうですね。ですからもう、本当に嬉しいです。ありがとうございます。こういった形でね、またつながっていくと、なんかとてもね、ラジオ、コミュニティラジオの輪が広がっていって、とてもね、嬉しく思っております。そうですよね。曲は違いますけども、こうね、お互い、番組同士で、こう、つながりができればいいんじゃないかなと思っております。そうですね。はい。でですね、もう一人ですね、はい、実はうちのこの旧名古屋のメンバーにですね、俗に言う滑りの魔術師がいますので、その魔術師に変わります。こんばんは、はじめまして、滑り王子マスクマンと言います。もう一人はちょっと名前が。一応な、滑り王子と言われてますので、ただ私ですね、しっかりね、トークしてるつもりなんですけども、周りの方々からね、王子、滑ってるよって言われるんですけども、自分では全然気づいてないんですけども、お黙り。いつもね、しっかりしたトークをしてるつもりなんですけども。お黙り。そうですか、いつも、スケートのごとく、好きなことを滑ってるわけですね。なかなかいい表現。あ、高本さんね、高本さんの番組の、この内容っていうんですかね、はやっぱりお堅いような感じのお話が多い。そんなことはないですよ。うちの番組はですね、もう自由奔放な番組でして、はい、最初はコーナーとかがあったんですけど、はい、まあ、リスナーとしてはトークを聞きたいだろうということで、曲とか、取っ払いまして、まあ、BGM 自体かけるんですけども、はい、曲自体を取っ払いまして、トーク中心の番組ということで、はい、まあくだらないおしゃべりがだだだだ続くんですけども、まあそれがいいだろうということで、はい、自分もリスナーなので、僕の番組の、はい、それで、パーソナリティの話が、リスナーとしては聞きたいんじゃないかということで、トーク中心の番組になっています。まあ話の内容はちょっと、くだらない話が多いんですけどね。ちょっともうフリートークということですね。そうすると。そうです、フリートークになってますけど、まあテーマは設けてるんですけども、はい、ほとんどテーマに沿ってないという番組でございます。はい。そうですか。それただありがたいんですよね。もう王子もね、
もしね、竹本さんのラジオにね、出る時があったとしたら、ああ、ぜひぜひ番組はね、とっちゃけちゃいますよ、本当に。お黙り。いやいや、うちの番組に、ね、合ってるかもしれないです。もう本当にね、もう王子何喋ってるのって、もう、ね、いろんなね、ところからね、クレームが来ますので。常時突っ込み入れますので大丈夫ですよ。あのね、竹本さんね、それがね、なかなかね、ね、MC の方をね、差し置いてね、ずっと喋ってますので。うちも、うちの番組の前の番組にですね、メガネあいつ読み楽しむっていう、番組があるんですけど、はい、そのパーソナリティが同じような感じです。ちょっと危険な香りがするでしょ。大丈夫ですよ。糸村さんという方がね、こういう名刺出してるんですよ。喋り足りねえと言ってですね、叫んでますので、大丈夫です、はいはい。よかったです。ありがとうございます。はい。はい、あと、なんかの番組では結構マニアックなトークもされていらっしゃいますよね。あ、そうですね。無線の話をですね、はい、はい、したいんですけども、なかなかこれできなくてですね、私自身も、はい、アマチュア無線とフリーライセンス無線というのをやってまして、はい、なかなか無線の話が、はい、できないもんですから、あ、はい、そういう番組も少ないもんですから、やりたいんですけど。うん、確かですね、アマチュア無線の番組がですね、コミュニティでありますので、確か、ありますね、はいはい、関東の方では確かあったと思いますけども、まあ私もご存知かもしれないですけど、アマチュア無線はやっておりまして、そうですね。で、実はですね、クラブ局も立ち上げておりまして、そうですね、はい。うちもですよ、クラブ局。はい、マンタキラジオのクラブ局ではないんですけども、はい、地域のクラブ局で、はい、このフリーライセンスやってるメンバーで、はい、クラブ局を立ち上げていまして、今ですね、あ、はい、活動しておりますので。そうなんですね。まあ 私たちもですね、そのクラブ局があるんですけど、まあ、名古屋ダンスコミュニティって言うんですけども、これ本当の名前ですので。なんか踊って、なんか無線やりそうです、はい。そうなんですよ。そういう番組もやっております。ね、いろいろ話はつきませんけれどもね、はい、時間がですので、またね、はい、いろいろお話できたらと思います。はい。はいはい、また、うちの番組にも、電話出演。ぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。本日は FM 読谷で MC をされています、竹ぽんさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。はい。キユナ名古屋。先ほどね、たけぽんさんの番組は FM 読みたんで毎週土曜日21時から、放送中のマンタキーラジオという番組です。はい、皆さんも聞いてください。はい、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではよろしいでしょうか。はい、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマポイント、ポイントカードが財布に入りきらず、カード入れを別に用意して持ち歩いています。スーパーなどでボーナスポイントの文字に踊らされて、つい商品を買ってしまうことがあり、後で冷静になって考えると本当に得だったのかなと思うことも。マイナポイントも気になりますが、まだカードは持っていませんね。早いものでもう2月ですね。引き続き風邪などひかぬように気をつけてお過ごしくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、マイナポイントもありますよね。マイナポイントって何？あら、あ、知らないの？あら。ねえ、まあ、じゃあまた今度まずマイナ、まずね、お引き取りください。あらら、やっぱりまずマイナンバーカードを作るところから始めないとダメですね。あ、マイナンバーカードのことね。お引き取りください。そこから始まるのよ。あ、そこから始まるの。はい、もう時間がないのでいきますよ。はい、続いてですね、富山のたっちゃんさんからです。ありがとうございます。こんばんは。無事手術終わりました。
よかったですね。今日、はい、手術、昨日だったかな、うん、ね、よかったです。でね、一気に歯を4本、2時間半かかりました。全身麻酔だったから一瞬でしたけど、腫瘍も取り除きました。お騒がせしました。さて、ポイント。期間限定ポイントってありがたいけど、期間が短い。もうポイントが消えそうになって慌てることもしばしば。あれは売り手の戦略なんでしょうかね。消えるのがもったいなくてってことなんですけど、まあ、ポイントの話よりかね、はい、この手術のことのがちょっと気になりましたね。私も頭に残ってしまいました。そうそう、4本って激しいです ね。ちょっとね、まあでもね、はい、無事に終わってよかったですね。そうですね。もうね、結構ね、こう痛みもね、後が来ますので、ね、お大事にしてください。ね、はい、はい、ありがとうございました。はい、ツイキャスで、初めての方ですね、はい、リナママさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ポイント大好きなので、いろんなポイントカードを持ってます。ちなみに、持ってるポイントで一番多くあるのは、D ポイント。今、2700ポイントあります。ということで、ドコモですね。ドコモですね。はい、D ポイントです。あと、ラントさん。はい。ですね。はじめましてですね。はい。名古屋に関係あるのかな？そうなんですよ。この番組、名古屋とですね、沖縄との架け橋になるような番組をやっています。そうなんです。そして、サテライトスタジオが名古屋にあるという。そうです。名古屋から発信しております。ね、そうですね。はい。リモート番組でございます。はい。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、よろしいですか？もう一つ。はい。はい。ラジオネーム、愛媛のしんちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマ、ポイントですが、近所のスーパーや航空機会社のマイレージなどいろいろなポイントを貯めているので財布の中はポイントカードでいっぱいです。店員さんにポイントカードをお作りしましょうかと言われると、はい、お願いしますと言ってしまい、どんどん増えています。貯めているポイントが多すぎて有効期間が切れていつの間にか失効していることもあります。あ、はい、あ、うん、あるある、うん、ダンサーズさんやみそ煮込みスキーさん、マスクマンさんはポイント管理できてますか？スマートフォンで管理する派ですか？ポイントカードを持ち歩いてる派ですか、はい、ということでした。はい、 T ポイントは、アプリでやってます。あ、私カード財布でパンパンですね。はい王子ね、セブンイレブンのカードぐらいしかないですね。ああ、うん、なるほど。はい、はい、ということで、はい、エンディングです。エンディングです。はい、来週のテーマは服、ドレス、ウェア。好きな服装やブランドなどメッセージをお送りください。この番組は陸上海上輸送を一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。今日もあれお聞きいただきましてありがとうございます。おかちからもちさんが、現在のおかちからもちのポンタポイントは1081ポイントです。ボーナスポイント中心に買ってます。1万ポイント目指してます。うんうんうん、ということで、はい、結構皆さんね、はい、いろいろあ、みんなポイントを貯めるよね。貯めますね。あと、ブギーカイドウさん、東京からこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。ありがとうございました。スプリームさん、ありがとうございました。はい。また来週ですね。はい。閉店、ガラガラ。今週もお聞きくださいまして、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっと読めてなかったメールがあるので、また来週紹介させていただきたいと思います。うん、はい、あと30秒。あ、なんかさっきテーマ読んだ時にミスちゃん笑ったよね。なんか違う、あのね、ウェアの言い方がさ、なんかちょっとさ、うん、あれ発音が悪い？いや、なんかうさんくさいんだよね。ねえ、そうなのよ。うんうん、まあまあまあ、この、まあ、こういう人だと思ってましたけど。まあまあまあね、はい、はい、はい、おかちからもした、はい、閉店ガラガラって言ってますよ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。